うわー寒いな今日。寒すぎるんだけど。え、みんなのところさ、え、何度ぐらい？今ね、ちょうど家に帰ってきて、で、帰ってきたと同時に動画をね、撮っているわけなんですけど、なんとね、部屋の温度が8度しかないんですよ。寒すぎないか？やばすぎるんだが。やばい、本当に。ここ数日さ、マジでやばいんだが。ちょっとね、勘弁してほしいな。てか、待って。うわ、いけねえ、そっち側。そっち側に行こうと思ってたんだけど、てか、待って待って。飛び盛りのさ、電車って1両しかないの？今更だけど。まあ、そういったね、ツッコミはさておき、本日も飛び盛りをやっていきますか。いや、だけどね、冗談抜きで本当に寒い。今、手がね、めちゃくちゃかじかんでますからね。ガチで寒い、これ。よう、シャンキー、金くれ。で、何か用かい？話に来たよ。買い物かい？え、それだけ？それだけか。あ、サルモンティーだ。久しぶりじゃん。ね、お前、引っ越してたもんな、この間。よう、社畜、何か掘り出し物がねえかと思って遊びに来てみたのさ。そうなのか。今、どこのもらえるんだろう。ねえ、オーロラちゃんもいるじゃん。社畜さんも来てたんですね。お会いできてよかった。いや、お前らさ、お会いできてよかったって言うんだったらさ、引っ越さなかったらよかったじゃん。ね。金もなんか最近よくいるよね、ちょいちゃん。よう、社畜、あんたも買い出しに来たの？へへ、うちもさ、今住んでる村にも商店街はあるけど、ここのが慣れてるし、ついこっちに来ちゃうんだ。そうなんか。それ、引っ越した意味なくないか。まあ、動物がどういった基準で引っ越してるのか、いまいちよく分かってないんだけど、なんで引っ越すのかね。まあ、血の入れ替えなんでしょうね。まあ、ゲーム的には。ただ、住民側には全然メリットないよね。こんにちは、風太くん。シャチホコ博物館へようこそいらっしゃいましたと。さあ、鑑定してくれ。鑑定。鑑定例や、鑑定例。みんな鑑定例してる？なんか、昔ね、CM でよくやってましたよね。鑑定で、みたいな。こういった発音で、CM が昔あった気がする。お！なんかゲットしたね。あ、けど、まだ寄贈してないものじゃないのか。いやー、あとね、骨っていうかまあ、動物じゃねえわ。恐竜の骨もね、あと3、4ピースぐらいで全部コンプリートできるので、ちょっとね、熱盛発売するまでにコンプリートしたいんですよね。わかる？この気持ち。やっぱ熱盛出るまでにはね、やれることはいろいろやっておきたいよね。だって熱盛出たらさ、多分飛び盛りはそんなにやらなくなるから、今やっとかないともうずっとやらなさそうなんでね。だからまあこうやってね、今、地道に頑張っているわけなんですよ。さあ、ところでね、ちょっと人兵を今探してるんですよね。そう、人兵をね、探しているんですけど、ちなみにさっきの動画の続きですね、これ。人兵ちゃんはどこ行った？人兵ちゃんは。人兵ちゃんがいないね。人兵ちゃんよ、どこ行った？あ、ところで皆さん、熱盛発売しますけど、なんかね、こないだ、ちょっとね、ツイッターを見てて気になった記事があったんですよね。まあ、突然ね、なんかこういった話題になって申し訳ないんだけど、なんか、熱盛のプロコンが出るみたいですね。これ出るみたいですよね。今画像で公開されているのは、つぶきちとまめきちのバージョンと、あとはとたけけのバージョンかな。ね、色としては緑。で、まあ右下の方にキャラクターが入ってるみたいな感じですね。まあ色とか感じ、雰囲気としては、まあいかにも、まあ動物盛りって感じがしますね。まあ、値段としてはおそらく8000円。まあ、スプラトゥーンとかの時と同じぐらいの値段になるんじゃないかなと思ってます。まあ、どうなんでしょうね。まあ、そんなに高くはならないと思いますけどね。まあ、言っても8800円とか9000円とかじゃない。高くても。まあ、安ければ、まあ、7800円とか7000円ぐらいになるんじゃないかなと。ちなみにさ、プロコンって今何円ぐらいなんだっけ？ 7000 円とか。でしたっけ？高くね？コントローラーさ、高くないか？スイッチのやつ。だってさ、昔、ゲームキューブ時代とかさ、コントローラーなんて、それこそ2500円とか2000円ぐらいでしたからね。まあ、それでもね、当時は高いなと思ってたけど、今6000とか7000円するんでしょ。だって Wii とか Wii U の時もさ、プロコンそんな高くなかったでしょ。3000円とかじゃなかった。まあ、高くて3500円とかだった記憶があるんですけど、いや、マジでさ、高すぎじゃない？まあ、そんなに高機能かというと別に高機能でもないからさ、
反応に困るんだよね。しかもさ、潰れやすいから結構消耗品なんですよね。そう思うとなんかごったくりだなと思いますけど、まあどうなんだろうな。まあ仮に銅盛りのコントローラー買ったとしても、僕はね鑑賞用として使うかな。まあ普通にゲームするにはもったいないからな。まあ潰れやすいというのもあるから、だからまあ鑑賞用として買うかもしれませんね。お、サリーちゃん、社畜さんこんにちは。ちょうどお顔が見たいなって思ってたんです。金くれ。金は開けないけどね。そういえば私に何かご用ですか？お話しよう。社畜さん、虫取りってお得意ですか？私、ダンゴムシに興味があって。どういうこと？どういうこと？今さ、ダイエットの話してたよね。なんでここでダンゴムシが出てくるんだ？よくいる虫かもしれないんですけど、私にとっては特別なんです。あの、もしよければ、捕まえてきてもらえませんか？めんどくせえ。めんどくせえな。まあ、いたらあげるわ、サリーちゃんね。ありがとうございます。では、お待ちしていますね。いや、そんな待たなくていいよ。期待されても困るからね。まあ、私にご用ですか、金くれ。なんだった？ダンゴムシを捕まえてきていただきたいんです。めっちゃ俺に頼むやん。わかったよ。ダンゴムシ見つけてくるわ。ダンゴムシってさ、確か岩を叩いたら出てくるんだっけ？最近ね、虫取りサボってるから忘れたわ。確かね、それで捕まえられると思うんだけど。いやけど、それにしてもめんどくせえな、ダンゴムシは。ね、めんどくさいんだね。お、ゲットしていく落とし穴の種。うわぁ、落とし穴の種か。あ、これ鉱石じゃない多分。ほらー、来たー。まあ、岩の位置は覚えてますからね。まあ、普段ないところにあったら 100% 鉱石なんで。そして、ちょっとね、ダンゴムシを探す前に、交番に寄らせてくれ。で、何か落ちてないかなと思ったら、なんか落とし穴の種がめちゃくちゃあるな、便箋と。なんでこんな便箋あるんだろう。なんか前も同じこと言ってたかもしれないんだけど。ね、他のアイテムとか落ちてないんだね。なんか昔の動物の森だとさ、なんか一定確率で家具が落ちてたんですよね。まあ落ちてたってか、まあ、ゴミ捨て場に置いてあったんですよね。うん。まあ懐かしいね、今思うと。まあ今作から交番になりましたけど、お、待って待って、なんか鎌倉ができてるぞ、鎌倉が。お、誰が来てんのか、これ。お、誰が来てるんだ？ちょっと楽しみですね。あ、待って、こいつ知ってる。いよーう、ニコバン。ああ、君はこの村の子だね。お邪魔してます。キャンプさせてもらってるよ。いやいや、この村の子だねじゃなくてさ、俺村長なんだけど一応。冬のキャンプってなんだかゾクゾクするね。さ、寒い。いや、そらそうでしょ。そら寒いわ。ちなみに鎌倉の中ってあったかいって言うけどさ、雪でできてるから、少なくともめちゃくちゃあったかいわけではないよね。まあ、外と比べると、それはあったかいけど、そもそもさ、外よりあったかいんだったら鎌倉って溶けないかな、雪が。大丈夫かな。まあそういったね、現実的な話はさておき、ニコバンちゃんと話していきましょうか。いや、ニコバンくんか、これ。違う村の空気って、なんだか美味しく感じる。冬だとなおさらね。まあ確かに冬はね、空気が澄んでるって言いますから。パク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 。あ、人兵みたいな。お腹膨れないや。なんか人兵と似たようなキャラじゃないこれ。やっほー、僕はこの村でキャンプ中。あ、まあ僕って言ってるからこれは男か。しばらくの間よろしくね。フルーツ、お魚、貝。この村自慢の美味しいものってある？その土地のものを食べるのは旅の基本だね。猫。かわいいね。まあうちの特産物ってさくらんぼだから、さくらんぼ食べたらいいんじゃないかな。まあ他の村にもあるかもしれないけど。ヤッホー、僕はこの村でキャンプ中、しばらくないでよろしくね。フルーツ、お魚、狩り。なんかさっき聞いたな、これ。なんかね、住民によって全然なんか話し方違いますよね、これ。まあそこが面白いっちゃ面白いんだけど。さあ結局ね、人兵を探していろいろ放浪してたんだけど、人兵が見つからねえよ、本当に。人兵どこ行ったんだろう。 R パーカーズも行ったし、デパートも行ったし、どこにもいないんだよね。まさか役場にいるってことはないだろうしね。どこ行ったんだろう。なんか特定の住民がたまに見つからないことよくあるんだけどさ、それは自分だけでしょうか。まあそんなね、話はさておき、本日の動画はこの辺りで終わっていきたいと思います。またチャンネル登録お済みでない方がおられましたら、ぜひね、チャンネル登録お願いします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。